セレナ XV マルチベッド九州 S 字の旅第8回は渋志港大阪南港から奥飛騨高山までサンフラワーの客室です。入ったところにシャワーがついてます。でトイレを出ると救命用具が入ってます。長椅子があります。長椅子があって、太平洋、こちらが太平洋です。渋志港出発しました。長かったような短かったような旅でした。ずっと2人一緒でした。今はたまたま1人ですね。風呂行ってます。サンフラワーの浴室は気持ちも良かったですね。浴槽が3つありました。7、8人から入ってたんですけども、そんなに混雑という感じではなくて入りました。出港前に入りました。今日はこれで終わりなんで、いっぱいビールいっぱい酒飲んで楽しみます。あ、でも翌日運転差し支えないように夜の10時までにはお酒はやめます。まず出港の一杯ですね。朝日 UCC ビールです。それでは片手では上の方、あ、持てないか。キャベ終わり、お疲れ様でした。また飲むかい。キャベの街並みが見えてきました。これは漁船かな。はい、うん、あ、やっぱり朝は忙しなかったな。早いでね。ねえ、10時頃出発がいいな。うん、俺となんか乗るアナウンスがちょっといまいちやったね。うん、帰ってきた。アナウンスは聞こえない。走らんでもいいよ。聞こえない時があったって書いてある。斜め右方向です。で、降りる時に大変だとは。アンケート出してもらったからね。降りる時わからんかったね。うん、あれ、大方の人は分かってないと思うね。うん、あの初めての人はね、うん、いつも乗ってる人はいいんやってね。え、エレベーターは6階から8階までしか動きませんって、なんか書いてくれればいいの。時間にならないと動きませんって、こう乗ってからじゃなくて表に書いてるね。え、もっと分かりやすく。当たり前なんだけど、なんかあの名門フェリーは全然そんなに迷うことなかったね。ちっちゃいからだよ。ちっちゃいからかな。分かりにくい大阪環状線の入り口でした。この先、本線に合流します。一本間違えただけです。
ここへ行こうと全体像が今日も向かってる。本線左側には瀬田じゃなくて、ね、菩提寺か、菩提寺サービスエリアから入りました。いよいよ分かりやすい、これから知ってる道なので安心ですが、大阪から出るときはちょっと道がなんか分からんもんだから、8車線もある道路は疲れます。やっぱり多くても2車線だと多くても2車線やということで、娘の実家へ寄って、帰る。娘の実家うちです。娘の実家うちか。ああ、娘の実家じゃなくて、いや、娘の家で。娘の家へ行って、土産を置いて、一休みして、一休みします。運行中の方へのお知らせです。では、名神入りました。名神。のこれどこら辺だろう、滋賀県走ってるんですけども、すげえ渋滞です。12時2分前着の予定が今12時20分になってるんで、20分着予定になってるんで20分の渋滞に巻き込まれています。まだ続きそうです。さあ何があってどうなってるか、インターの出入り口のせいじゃなかったんですね。おっとこれはセレナの走行支援のブレーキです。セレナグーって聞いてくれる、こうガツンって聞いてくれますね。持っときも私のアクセル操作よりも荒いです。あ、ここで分かりました。車線が一つ減ってるわ。一車線になってるんだ。分かりました。せいだ。はい、渋滞抜けます。前原まで27キロ、名古屋93キロの地点で渋滞に遭いました。今回の旅行では初めての渋滞です。それではさよなら。さよなら。28日は何曜日ですか。28日、今日27日だ。20日に出て27日、今日は最初丸1週間丸1週間だよね。もう6泊なのか。そしたら7泊かと思ったけど27でしょ。うん、20、21、22、23、24、25、26、27か、そうか。九州が5泊、往復がフェリー2泊で、そうですね。地元へ帰ってきました。地元近くへ帰ってきました。地元はいつも仕事とかなんとかでは高速を通りますが、高速が空きました。高速、今日特に今日高速空きちゃって、下道、せせらぎ街道を通ってます。すっげえ運転が楽で、ちょっと日常に戻ったなって感じがしますが、こんだけぶっ続けで、前方にご注意ください。もちろん仕事を休んだことは最近あまりなかったですし、だんだんこのリタイアする準備を整えているような気もします。自分でもリタイアの準備を整えているような気もします。なんか今までは悪いなとか、あれ仕事どうなるんだろうかとか、ちょっと気にはなりました。気にはすごくなったんですけども、こういう機会を通して自分にも思い聞かせることにしました。だんだんそういうふうなちょっと寂しい面もあるような感じもしますが、鳴らしていきます。いよいよリタイアですね。というきっかけの九州行きの旅行でした。いつもの通っている、これは郡上八幡から奥飛騨の方へ向かう
せせらぎ街道です。で、20日の日は東海北陸道高速道路下ってきました。今度並行して伸びてる一般道を北上しています。前方にご注意ください。いやいや、なんか遊びに行ったのによくやったっていうことはないんですけども、やっぱりこれは一つの事業には事業ですね。事業って言ったらおかしいから、なんか言ってください、なんか言ってください。そうですね、だんだん大変になって、今年になってきたので思い切ってでも旅してよかったです。よかったね、なんだかできるってことが分かったし、車中泊の心得、やり方も分かりました。日本縦断車中泊をやってる仲間の YouTube の人たちがいっぱいいますけども、あんな風にはちょっとまだ慣れないですね。やれない、到底やれないですね。ホテルを挟むのが良くて、ちょっとあれはずっと車中泊を連ねて日本全国を旅するっていうのは、そういう覚悟でないと、そういう旅だということを、思い極めてやらないとちょっと違うような気がします。今回も3泊、車中泊、2泊ホテルの予定が逆転して、ホテル3泊、車中泊2泊になりました。まあ、車中泊すっげえ、高千穂の車中泊も面白かったので、また弾みになります。それではいよいよ明日からどんな生活が始まるって言ったって、仕事は仕事ある日にしか行かないし、特別ドーンと変わることがないと思います。とりあえずは畑とか、YouTube でこの九州行きをまとめるのがまた一つ楽しみでもあります。洗濯物とか片付けるとかそういう大変なことになってます。それではどうもありがとうございました。